私の平日のルーティンは、あーもう朝でちゅか。はあ、お姉ちゃん、サリー先に起きますよ。早く起きてくるでちゅよ。はいはい。ママおはようでちゅ。ああ、おはようサリー。今日も目玉焼きにパンにココアだけどいい？はい、これ大好きだから毎日これでもいいです。まあいい子ね、サリー。足りなかったらまだおかわりあるからね。私は子供が食べてる間に少しお片付け、お片付け。ママごちそうさまでした。もう食べたの？それにここまで持ってくるなんて、サリー偉い。それじゃあ歯磨きしてきます。よしよし、サリーは今日も順調。それに比べてあの子は、アラームが鳴ってからもう30分。いつまで寝てるのよ。ケイ、アラームが鳴りっぱなしでしょうが。ケイの耳は何のためにあるの？スマホのアラームは何のためにあるの？起きなさい、もう7時よ。7時？もうなんでもっと早く起こしてくれないんだよ。もうパキーンが始まってるじゃん。急げ急げ。ゲーゲー、朝ごはんまたこれ？たまには朝からラーメンとかハンバーグとか食べさせてよね。寝坊したあんたが文句言うな。あー、朝から本当うるさいままって冷た。何このココア、冷え冷えじゃん。あんたがなかなか起きないから冷めたのよ。じゃあ目玉焼きも冷めちゃってんの？あーだこうだ言う前に早く食べて準備をしなさい。はーい。毎日毎日朝からカリカリして、もっとおはよう可愛いケイって娘に言えないもんかね。仕方ないですよ。すべてはお姉ちゃんの寝坊がいけません。あ、サリーもう準備できたの？早いじゃん。私の今日学校に着ていく服はどれにしようかな。あんたに選んでる時間なんてないわよ。もういつもと一緒でいいから。はい、筆箱と宿題も早くランドセルに入れる。そんな焦らせないでよ。もう草カッパは終わったわよ。もう出る時間。はい、行ってらっしゃい。気をつけるのよ。今日も朝から疲れたわ。いろいろ片付けて自分の準備をしましょう。いつもいつもママの朝は大忙しでちゅ。本当にお疲れ様でちゅ。私はいつも草カッパが終わる頃に家を出る。そして家が近いエマと待ち合わせをしてる。チャックは家が遠いけどいつもここまで来てくれる。おはよう。もう時間ギリギリじゃない。あと2分遅かったら置いていくところだったわよ。俺はケイを何分でも何時間でも待つぜ。そう言ってくれるのはチャックだけだよ。あとはみんな私のこと怒るんだから。それはケイに原因がありまくるからよ。ここから学校に着くのにだいたい30分ぐらいかかる。おはようございます。おはようございます。時々ここで持ち物検査をやってるけど今日はなかったみたい。おはよう。え、リオンの持ってるそれ何？これ昨日ママに新しい下敷き買ってもらったの。かわいいでしょ。ほんとだ。いいな、新しい下敷き、かわいい。女子って何でもかんでもかわいいって言うから本当に思ってんのかわかんねえよな。誰だけ他のものを可愛いって思ってもあんたのことは一度も可愛いと思ったことはないけどね。なんだと？こんな感じで今日もレオとシオンの言い合いから学校が始まる。はい、みんな改めておはようございます。おはようございます。まずは出席を取るわね。ケイちゃん。はい。チャックくん。はい、だぜ。レオくん。はい。エマちゃん。はい。シオンちゃん。はい。リオンちゃん。はい。みんな元気
子も良さそうね。最近インフルエンザがすっごく流行ってきてるから、みんなも手洗いうがいを気をつけましょう。他に何か言いたいことがある人はいる？ないぜ。では朝の会を終わります。ここで私はもうチョコ不足。ランドセルに忍ばせておいた板チョコをこっそり食べる。マジで寝坊した時は何も食べずに来るから、この時間にはもうお腹グーグーなんだよね。おうおう、チョコを食べて私は一日のやる気を出す。そして1時間目、2時間目が終わり、中休み。チャックくん、レオくん、外行こう。おっしゃ、どっちでもするかだぜ。それよりサッカーはどう？男子はだいたい外に遊びに行って、エマは本を読むか勉強をしてる。シオンとリオンは占いとかドラマの話をしてることが多い。そして私はといえば、中休みは睡眠タイム。そう、毎日ゲームで夜更かししてる私はこの時間にはもう眠たいの。このために枕も持ってきてるし。おお、いい汗かいたぜ。動いた方が頭がすっきりして冴えるからな。それでは3時間目始めるわよ。ケイちゃん、まるで教室におっさんがいるみたいだ。ケイ、ちょっとケイ、おはようございます。毎日毎日こんな中休みによくそんなに爆睡できるわね。目を覚まして授業を始めるわよ。そして3時間目音楽、4時間目体育を過ごし、やっと給食だ。今日のデザートは私の大好きなみかん。やったね。ケイ、みかん好きなら俺のあげるぜ。本当？ケイの欲しいものは何でもやるって大昔に約束したぜ。はいだぜ。チャック、いいの？いつもケイにあげてるから、チャックが食べてるところ見たことないけど。俺はケイが喜ぶことが何より幸せだからいいんだぜ。それじゃあかぼちゃ食べてほしいな、なんて。もちろんいいぜ。やったー。こんな感じで好きなものはチャックにもらい、嫌いなものはチャックにあげて。ケイちゃん、また好き勝手してるわね。って怒られるのでした。今からお昼休憩だけど、ちゃんとチャイムが鳴る前に戻ってくるのよ。はーい。昼休憩はだいたい外で遊ぶことが多い私たち。シオンやリオンはこんなことできるかなー。あー、今ケイちゃんバカにしたでしょ。私だってこのぐらい余裕よ。この昼休憩はなんだか時間が長く感じて好き。でもこの楽しい時間が終わると、今から掃除を始めるから、机を一旦全部下げてくださいね。お腹いっぱいだし、天気はポカポカだし、もう眠くなってきた。ちょっとケイちゃん、サボらないでよ。サボってないよ。私はみんなに指示を出す係なの。シオンは黒板をきれいに、リオンは靴箱の掃除、レオはほうきで吐いて、エマは窓拭き、チャックは雑巾がけで、私は応援。みんな頑張れ。そういうお前はゴミ捨てに行ってこい。何さ、私一人じゃなくても誰かついてきてくれてもいいじゃんか。ま、このゴミ捨てに行く時間がカイソラのインスタとツイッターがチェックできるからいいんだけど。はぁ、ソラくん、私は午後の授業も頑張ります。充電完了。そんな私に襲ってくる5、6時間目の睡魔。ちょっとケイちゃん、うとうとしてるけど大丈夫？ああ、すいません、今半分寝てました。こうして私はなんとか寝ずに過ごし、終わった。ああ、なんだか長い一日だった。それでは帰りの会を始めます。明日は避難訓練があります。いつどのタイミングであるかはわからないので。先生、それ明日話せばよくない？もう早く帰りたいんですけど。わかったわ。それでは帰りの会は
は終わります。みんな明日も元気で来てね。さようなら。じゃあ私は今日塾の日だからこっちから行くわね。また明日ね。頑張ってね。俺も今から事件を解決してほしい依頼が入ってるんだ。お、今日もビシッと解決してきなよ。私は玲子さんの心霊修行に。私は月さんに。うん、行ってらっしゃい。そして残るわ。てぇ、今日は何して遊ぶだぜ。最近いつもチャックしか残らないんだよね。そんな言い方悲しいだぜ。あ、そういえば前ケイがやりたいって言ってたこれ持ってきたぜ。あ、そうそう、これやってみたかったんだよね。は、これ簡単そうに見えるけど意外と進めないんだよね。慣れたらスイーのスイーだぜ。毎日練習に付き合うからKも早く滑れるようになってみんなに自慢しようだぜ。うん、どうどう、ちょっとだけど滑れるようになったよ。おお、その調子だぜ。あ、帰りなさいの鐘の音だ。今日はここまで。ありがとうチャック。お家まで送らなくて平気かだぜ。まだ明るいから大丈夫。じゃあまた明日ねチャック。バイバイ。今日も愛してるぜケイ。ただいま。おかえり。今日の宿題はこれ、音読です。よかったじゃない。算数の宿題よりマシでしょ。今すぐにでもやりなさい。やだよ、帰ってきたばかりなんだからちょっとぐらいゆっくりさせてよ。ダメ、今しないとどうせ夜になって焦ってすることになるでしょ。ママがご飯作ってる間に聞くからやりなさい。はーい、じゃあ音読を始めます。花坂じいさん。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はシロという犬を可愛がっていました。ちょっと。そんな読み方じゃ意味ないわよ。ちゃんと句読点を気にして読んだり、心を込めて読まないと。ある日、シロが畑で。もう極端ね。欲張りじいさんは殿様に怒られてしまいました。おっさー。はい、お疲れ様。ご飯ももうすぐできるからあっちでゆっくりしてなさい。あ、終わった終わった、宿題終わった。ちょうど天才ピポッパくんが始まるかな。お姉ちゃん、あっちでおままごとしましょう。あ、ごめんごめん、今からテレビ見なきゃいけないし YouTube も見ないといけないから、サリーは一人で遊んできて。おテレビでは天才ピポッパくん、スマホでは YouTube、 この時間が最高に好き。はい、ご飯できたわよ。もう YouTube は終わり。待って、あと3分あるから。もう YouTube 見出したらほんとキリがないのよね。いただきます。おー、ママの作るご飯は最高。ごちそうさまでした。はあ、お腹いっぱい、満足。もうそのままお風呂入っちゃいなさい。やだ、ちょっと休憩。休憩なんてしてたらいつまでも入らないでしょ。今日は特別泡風呂にしてるから早く入ってきなさい。マジで？行ってきます。あー、いい湯だ。お風呂入ると気持ちよくて歌いたくなっちゃうよね。ピーシャラピーシャラパパパラパ。お姉ちゃん超ご機嫌ですね。上がったよ。ああ、じゃあ今度はサリーと私が入ってくるから席にしてて。うーん、じゃあ次は誰の動画を見よっかな。あ、このグループなんか面白いことやってる。いい？ケイ、明日寝坊しないように。もう今日はゲームはしないこと。 YouTube ももう見たらダメよ。はーい、わかりました。すぐ寝ます。寝なかったらすぐママに言いますからね。それじゃあおやすみ、ケイにサリー。おやすみなさい。ってことで、私の学校がある日のルーティンはこんな感じでした。一緒な感じって子や、また他のルーティン動画も見たいって子は評価をぜひ。私の一日というリクエストありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。突然ですが、ここでみんなへお知らせです。1月から YouTube の子供向けの動画がコメントできなくなってしまいました。
これを機にココナちゃんはツイッターを作ったので、説明欄からフォローして、今度から動画のコメントやリクエスト